今回は行動中ふるさと芸術村にお邪魔しています。ここでは廃校になった教室をアトリエとして利用されている作家さんが約60名いらっしゃいます。この時期は9月29日から10月1日まで行われる第7回行動中ふるさと芸術村アート祭に向けて作品作りをされています。もう落ち着いてというか、で絵でもね、描くのでも環境ですね。ここの絵画だけじゃなくていろんな部がありますので、その人たちとも話ができますのでね、いろいろためになるというか、違う分野の人と話を楽しいですね。自分の世界に入れる時ですよね。家じゃこういうのが全然できないんで、こういう時やればもう時間も気にすることもないし、希望して入れる人が多いんで、まあとにかくあんまり固くない状態で不思議なことを書きたいというのが希望ですね。最初に入られた時の、あまり型に押し付けられるというのではなくて、自分の好きなものを好きな時に書きたいというのがあれですね。だからあまり私の方からどうのこの言うことはなくて、自由に自分の書きたいものを書いているという感じでしょうね。楽しくやればいいと。この切りはなんていう切り？ちりめんっていうんですか？ちりめんですね、これね。ちりめんっていうかね、木服のいらない、これ元は木服なんですか？いらないって言われたからね、その木服を作って、武州着の袋を作ってるんです。近所で、お葬式があった時ちょっと挨拶行くでしょ、その時、数珠とかなんとか入れるものをね、まだできてないんじゃけど。これって、あれですよね、ちょっと見た目に切れが少しずつこう違ってたりするような気がするんですが、あれはね、わざとじゃなしにね、切れっていうのはね、こう見たのとこう見たのと光の具合が違うのよ。それを私はどうでもいいわと思ったら、こっちが光ったらいいわと思ってやったんじゃけど、ちょっとやり方がおかしくて、こっちは全部同じ、ここも同じ、これも同じ中になってしまったのよ。このクシュッとしてるのがおしゃれですね。とても素敵だなと思いながら懐かしい、こういうの作ってるバラの花のようなね、そのティッシュでも、リバーシブルですか、これ。
なかなかこれね、難しいというか、うん、ややこしいんです。ややこしい。今はもう服、着物を着る人ほとんどいないでしょ、だから家にある喪服がいらないって言うんで、みんなここに持ってきてくれてるんですよ。あそこにある綺麗が、ね、あれがだからみんなが持ち取ってくださった綺麗なんですね。じゃあその中から選んでこうやって作ってらっしゃる、うん、そうです。こちらもそうなんです。あ、これもね、はい、みんなお友達からいただいたりした綺麗をこうやってつなぎ合わせて、はい、なんとなくこう、あの掛け布団かなんかのような柄ですけど、パッチワークキルトって言うんですけど、はいはい、あの大きな切れをわざわざ小さく切ってね、はい、またつなぎ合わせるのがおかしいですよね、はいはい、いえいえいえ。でもなんかこうね、これ風車みたいな、はい、風車、あの、うん、模様を作ったんですよ。これ大きな一枚の切れだったんですけど、型を当ててこう切ってね、これまあアート性に向けて、はい、タペストリーって言って、あの、はい、合図にぶら下げる、はい、でまあ、あれ済んだら、うん、あのまあ、膝掛けにしてもいいし、うん、あの柄合わせとかがやっぱり大事になってきますよね、うん、はいはい、パッチワークっていうのはね。あのやっぱり色合わせって楽しいんです。そうですね、まあ、楽しいと言いますかね。これを考える、うん、図案を考えてこういうふうにしようというまでがすごく時間かかるんですよ、はい、やり始めたらそんなにあれなんですけどね、うん、すごく実用的でいいな。そうですね、荒れ地だったんですよ、はいはい、そこを市の方にこう依頼してですね、はい、で、まあ、我々が、まあ、十何人ぐらいが発足をしたんですけど、はい、ええ、でも本当にあの荒れ地を全部きちんとね、あの頃は草刈り機で全部を買ってですね、はい、で市の方に依頼して、はい、でここの会員の人がもう全部をやられるんなら、はい、お貸ししましょうということで、はい、本当に手作りでここまで来ちゃったわけですね。そうですね、もう校舎の中も、はい、荒れてですね、はい、カビが生えたようなところから、みんなが掃除をして、モップをかけて、はいはい、大変でしたね。この廊下を見ると懐かしいですよね。板張りの天井ですし ね、 そうですね、本当にあの一休さんのようにこう一生懸命こう、ね、競争のように吹き寄ったっていう、思い出しますね。ふるさと芸術村で、事務局をなさっている江守よし子さんです、はい、よろしくお願いします。こちらこそお願いいたします。さてあの芸術村、まあ、そもそもこの芸術村ができたそのきっかけといいますか、はい、何かあの最初の頃どんなことがあったのかということを教えていただけたらと思います。はい、これはですね、私が平成10年と11年に元高等中学校に勤めておりました。その関係で、そして高等中学校は平成13年に廃校になりまして、はい、4年間、そのままに後輩に荒れるに任せていたんですが、はい、ちょっとこの地区の人たちが何とか立ち上げようということでできたのが、はいはい、芸術村なんです。だんだんこう輪が広がっていきましてね、はい、一応仕事をするアトリエとして、はい、提供しようということも大きなあれです、はい、ここで来れば作品を置いてそのままにして帰ってまたいつ来てもできるように、そうですね、後始末もそのまま自分のアトリエとしてというのが広がっていって、自分だけの制作をされる方もいるし、はい、集まって、はい、
仕事をやって、そのうちまた習いたいという方もあって、はいはい、それじゃ指導もしようかということになって、はい、まあ、そういうことがこうなってこのぐらいになったんだと思います。はいはい、旧廃校の有効利用ということですよね。そういうことですね、はい、初めは10名足らずだったんですが、うん、今は55名おります。はい、はい、あの聞いた話ではここを整備するのになかなか大変だったというような話も伺いましたけど、もう本当私はちょっと勤めていましたので、はい、土日しか来れませんでしたけど、はい、他の皆さんはみんな本当木工担いだり、こう泥をそれこそ、はい、昔のどういうんですかね、はい、泥をなんか木工というのに入れて担いでいったり、木を伐採したり、いわゆる土方工事という、あ、そういうことです。だから草木 の生命力すごいですね、はい、一晩でも何センチも伸びますから、そういうのをかき分けて皆さん作業されました。はあ、それだけじゃなくても電気も通ってませんから、うん、これは電気関係の人がおりましたので、はい、プロの手を借りずに配線、はい、水道も引いて、はいはい、まさに自給自足、はい、そう、そして汗と労働でだからこの行動地ふるさと芸術村自体が作品でもあるんです。なるほど。私たちが作る作品以外に、はいはい、この学校、うん、ふるさと芸術村そのものが、うん、皆さんの作品の一つだとみんな自負してると思います。そうですか。これは様々なジャンルがありますので、各代表の方にお話を伺ってみます。竹崎教室のこう雰囲気とかはどんなものですか？みんなに和気あいあいと言いますか、うん、バカを言いながら、はい、口も動くけど手も動くというような格好で言ってます、はいはい、先ほどちょっと見せていただいたときに、はい、こう生活で役立つような竹細工で作られてますが、やはり普段そういうものを作ってらっしゃるわけですか？これは各自がですね、はい、いろんなところを見に行ったり、はい、本を見ながら、こういったものを作ってみようと、はい、いうんで家庭に役立つもの、はい、あるいは奥さんに喜ばれるもの、はいはい、こういったものを主として作るような心がけですね、はい、アート祭に向けてですね、皆さん意気込みとかいかがですか？はい、まだまだ私たちは勉強することが多いんでですね、はい、いろんなものにチャレンジして、うん、どこに出しても恥ずかしくないようなものに仕上げられるような、はい、ものにしていきたいというのが目標でございます。はい、じゃあ年々こう上達されてるんでしょうね。さあどうですかね、はい、見る人によって違うと思うんですけども、はいはい、でもそれに向かって、日夜、はい、ランプシェードとかね、カゴとかとっても素敵なものがたくさんありましたからね。そうですかね、ぜひ皆さん来ていただくといいですね。はい、押し花教室を主催されている久保先生です。よろしくお願いします。皆さんこう和気あいあいと作業されていますが、はい、教室の雰囲気などいかがですか？とってもいい雰囲気でみんなで一緒に仲良くやっております。はい、そうですか。はい、とてもなんというか花がこう華やかな雰囲気ですけど、はい、皆さん華やかなんでしょうね。そうですね、みんな華やかにやっております今3枚の楽譜を作りまして、はい、ふるさという感じで山を風景にやっております。じゃあ皆さんでこう共同の作品を作られている、大きな作品を、はい、ああそうですか。じゃあ皆さんのこう協調というやつが試されているところですね。そうですねお互いに花を持ち寄ってやっていらっしゃるんですか？そうです、みんなで持ち寄ってやっております。例えば色などでこう困ったなとか、あるいはその私はこうしたいとかいうの時はどうされるんですか？もういろいろ格闘しております。みんなで格闘しながら一緒に話し合ってやっております。じゃあこの花の作品はみんな格闘された成果が、そうそう、そういうことになりますかしら、ね、出てるわけですね。はい、ぜひともアート祭に皆さん寄ってください。見に来てください。お願いします。絵画部の三宅さんです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
三宅さんはこの芸術村ができた当初からこちらの教室をアトリエとして使ってらっしゃるということを伺っているんですが、はい、どうですか、あの使ってみられて。まあ、自由に使わせてもらって大変あの、はい、喜んでます。そうですか、はい、あのこちらを毎日のように使ってらっしゃるんですか。いや、毎日じゃなくて、はい、大体、まあ、週に3日ほど来てやってます。はいはい、あの絵の具をさっきあの見せていただいたんですけど、本当にアトリエのようにこう絵の具もこう常にこう置いてあるような状態でですね、はい、こう使い勝手などいいですか。そうですね、ほとんどもあの後片付けしなくてそのままこの、はい、あの絵を制作してもう途中でまた、帰って、はい、それでまた来て描くとか、そういうふうにして別にそのままで自由に使ってますので、うん、はいはい、大変重宝してます。はいはい、今回第7回の芸術祭というかアート祭ということで、はいはい、何か意気込みのようなものがおありですか。そうですね、もう今年で7回目になりますので、だんだん、うん、見に来られるお客さんも増えて、はい、私らもそのやり合いがありますし、うん、より良い作品を、はい、皆さんに見ていただくということが、はい、願いですね。はいはい、ちなみに三宅さんの作品は、まあ、過去の作品も含めてたくさんこう展示されていましたが、あのような形で今回も見れるわけですね。はい、そうですね、もう全部今までの作品を全部教室に展示してますので、はいはい、たくさんの人が来られるといいですね。そうですね、はい、それと、まあ、そのアート祭の間、はい、私が似顔絵を描いてますので、はい、来たお客さんに、はい、全部似顔絵を描いてます。はい、三宅さんのこう芸術を楽しんでいただけると。はい、はい、会員のメンバーの高齢化、まあ、世の中社会でもそうなんですが高齢化が進んでいますので、門戸は開いてるんですが若い人が入るのはここ数年ないんで、まあ、ただ若いっていうその年齢をどのぐらいに絞っているかというのは別なんですが、まあ、いずれにしても数人ぐらいしか今我々から見て年下いわゆる若いという人はいませんので、これからも門戸は開いていますので大いに興味があって、かつ皆さんと一緒にやってみようという人には来てもらいたいと思います。でやっぱりここの芸術村は各グループともにですねベテランの人が多いんで、やっぱりこれまた社会でもそうなんですが技術の伝承、まあ芸術も同じなんですが技術の伝承、これはやっぱりそれなりに経験を積んでおられますし、またまあいわゆる言葉で言えば味のある作品作り、まあ、この辺に長けてる人が多いもんで、やっぱり若い人が入られてその辺のセンスといいますかね、技術、これを継承してぜひ皆さんに訴える作品作り、これを目指してもらいたいと思っています。まあ、周南、光、下松、まあ、山口、徳次といいますかね、甲府、まあ、この辺ぐらいにこう徐々に周南に行動中ふるさと芸術村ありっていうことを前面に出して出ていきたいと思ってます。本当に素敵な作品ばかりですね。木造の教室がアトリエなんてとっても素敵です。この素敵なアトリエで生まれる作品をぜひ一度見に来てください。